今回の動画のテーマはモンベルの保温ボトルについてですが、本編の前に少しご挨拶をさせてください。こんにちは、ハイカーの高倉です。前回の動画ではお騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。実体験を通しての注意喚起のつもりだったんですけれども、自分が想像している以上にご心配をおかけしてしまったようで、たくさんの DM、コメント、メッセージをいただきました。ご心配いただきありがとうございました。皆様の優しさに感動、感激いたしました。おかげさまで解放に向かっておりまして、ほぼ全開ですので、また元気に活動を再開してまいりたいと思います。アウトドアは魅力もいっぱい、危険もいっぱい。皆さんもどうぞお気をつけてお過ごしください。今回の動画はモンベルの保温ボトルについての動画になります。基本的な性能のおさらいと、ずっといろんなタイプのものを使い続けてきて、この運用が最高なんじゃないかなというところで、売り切れる前にぜひチタンのアルパインサーモボトル、やっぱり結局めっちゃいいですね。どうぞ最後までお楽しみください。どうもハイカーの高倉です。高倉屋は登山やロングトレイルを愛するとあるハイカーが山旅の話や道具の話を好き勝手にするアウトドアライフをテーマとした番組です。モンベルの保温ボトル、基本性能を先におさらいしておきましょう。最も比較しやすいアルパインサーモボトル 0.5 リットルとチタンアルパインサーモボトル 0.5 リットルでは、価格の差がこれぐらいあります。これは2024年の9月下旬の状態になるんですけれども、アルパインサーモボトルノーマルの方は税込み4400円、チタンの方は税込み7370円、ここをだいたい3000円ぐらい差があるんですよね。ここに価値があるのかどうかという話を今回していきます。結論としてはある、チタンの方が出番がめちゃ多いという話になっていきます。重量は 237g と 200g という形で 37g の差があるんですけれども、この点においてもやっぱり軽いものっていいなと感じております。95度のお湯を入れた時の6時間後の温度差というのは78度と70度というふうに差があるんですけれども、まあ、70度あれば結構十分っていうふうに感じています。使い分けについて、そして自分なりの運用についていろいろとお話ししてまいります。こんにちは、毎度おなじみ流浪のハイカー高倉でございます。今回の動画のテーマはこちらです。モンベルの保温ボトル、結局どれがベストバイ、どんな運用方法が良いのということで、自分なりにねいろいろ使ってきてるんですよ。もちろん山線ボトル、テルモスとかね、サーモスのやつとかもいろいろ使ってきてるんですけれども、結局モンベルの保温ボトルってすごくコストパフォーマンスもいいし、デザインも結構好みだなというところでモンベルのボトルに落ち着いております。でモンベルのボトルの中でもいろんなものがあるので、自分なりにどんな運用になっているのか、結局どれが一番使っているか、どんな違いがあるのかという話をしていきたいと思います。ということで今回はモンベルの保温ボトルね、いろいろと紹介していきたいと思います。結論から言いますとですね、もうこれしか使わなくなっちゃってるっていう感じですね。ほとんどチタンのこちらの水筒が自分の中でやっぱりベストだなって思えるようになってきております。いろんな違いがあるんですけれども、そのベストだなと思える理由の最大の一点はですね、味ですね。お湯の味が全然違うんですよ。これ分かっていただける方、もしねこう複数使ってご存知の方はぜひコメント欄で、ああ分かる分かる、全然味違うよねって教えていただけたら嬉しいんですけれども、やっぱりこうお湯の味が全然違う、美味しく感じるんですよね。というかステンレスの匂いが全然しないっていうところで、やっぱりもうこれしか使わなくなって、ほとんどこいつらは真冬に厳冬期の登山に向けて一年中スタンバっているっていう状態で、春夏秋はほとんどこれ、毎日これっていう感じになっております。お湯を飲むっていうのは結構自分の体調管理において非常に重要な行為でもありますので、日常から自分はお湯を飲むようにしてるんですけれども、お湯を沸かしてこれで保温して、しばらく後にもまた飲むみたいな感じですね。で性能的にはこっちの方が6時間後も熱々で保つことはできるんですけれども、
こっちでも、まあ、正直十分ではあるんですよ、うん、正直十分、春夏秋とかであれば。しかもこっちの方が軽くてっていうところがあります。デメリットで言うとちょっとこっちの方が高い、うん、でもこっちの方がちょっとリーズナブルですけれども、数千円頑張ればこっちが手に入るのであれば、売り切れる前にこっちゲットしておいた方が、おそらく長い目で見た時の QOOL クオリティオブアウトドアライフは上がるんじゃないかなと感じてるんですよね。ですのでお悩みのあなた、うん、僕のおすすめはチタンです。でこいつらじゃあもう使わなくなったのっていう話とかもしていきたいんですけれども、じゃ順序立ててちっちゃい方から。ちっちゃいやつはこれね、すいません、全然使わなくなっちゃいましたね。もう容量が足りないなっていうところと、まあ人によっては、うん、これにお湯を入れてランチの時とかにドリンク補充みたいな、ドリンク飲むみたいな感じで使える方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと自分には容量が少ないかなみたいなところがあったんですよ。またですね、ここのパーツがやたら多くて、ちょっと汚いもの見せちゃいますよ。ここにコーヒーの名残があるんですけど、ここのパーツがすごく多くてですね、ちょっと複雑な作りになってるので、ここもちょっとコーヒー入れちゃってるんでね、ちょっとこういう渋みがついてたりとか、パーツ多くてちょっと衛生感が保てなかった、これは自分のせいですね、うん、衛生感が保てなかったっていうところもあって、これ全然使わなくなっちゃいました、うん、やっぱりシンプルな蓋の方がいいなみたいなことは感じております。でこっちがコップにもなりますしね、山では便利だと思います。でこれは容量が少なくて使わなくなっちゃいました。これは衛生が保てなくて使わなくなっちゃいました。こっちのステンレスのタイプ、これはステンレスですよ。こっちがチタンなんですけど、ステンレスのタイプっていうのは味の点でチタンに勝てずにあまり使わなくなってしまいましたが、厳冬期においてお湯をもうちょっと持っていきたいねみたいな時は持っていったりします。また一番寒い時期は保温性能が優先されることがあるのでこいつら持っていくんですけれども、厳冬期もうちょっとお湯欲しいなみたいな時があるので、最終の運用の話をします。こちらです、じゃじゃん、アルパインサーモボトル 0.5 チタニウムと 0.75、 これを持っておけばよかったな、これが自分の結論になっております。これ中に入るお湯の量が増えれば増えるほど保温性能というのは上がるんですよ。この容量差ありますけれども、こっちの方が6時間後の保温性能というのはより高いというところになっています。また自分は複数人で山に行くことが多いので、そういった時もこう2人分ぐらいなら賄えるっていうところがあります。なのでこの組み合わせが自分なりのベストチョイスになるというお話をさせていただきます。保温ボトルはこれからのシーズングッと需要が高まってきまして、そう、それは夏の日傘のように売り切れになることが予想されるものの一つです。なので売り切れる前にこの2つ組み合わせとしてぜひいかがでしょうか。今回の動画が参考になりましたら幸いです。こういった形で YouTube チャンネル高倉屋では山と旅、アウトドアライフをテーマに様々な動画をお届けしております。自分なりに長いことこんな道具使ってみてよかった、これちょっと失敗したなみたいなことを皆さんにシェアさせていただいて、それを少しでもお役立ていただけましたら幸いです。こちらのチェックリストを今公開しております。ぜひ自分の各 SNS、X ですとか Instagram ですとかフォローしていただいて、アウトドアザンマイワールドお楽しみいただけますと嬉しいです。10月11月は各地でイベント開催、11月の2週目は茨城で開催されるニューワールドという激アツイベントに出展予定、会場で元気にお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。皆さん健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。バイ、ありがとうございます。